これGoogle からなんですけど、日本農業新聞っていうのを、普通にこれ検索すると日本農業新聞って出てきます。これ日本農業新聞っていうのはこれ別にお金はいりません。だからこういうデータでこう情報出てきます。でこれでちょっと大きくしましょうかね。まあいいや、ちょっと大きくすると、まあ、皆さん紙ベースで、紙ベースでは取られてるかもしれないけど、ここトップページにトップ農政 JA 営農とかあるでしょ。でここにほら成果物取引ってあるじゃないですか。でこれをクリックするともうここでだいたいもう毎日これ出てきます。毎日私ただこの話をしてるだけです。でこれでまず上の方でこれ、ね、はい、野菜の使用14品目でだいたい価格が100円とか、果実使用って、まあ、これが株でいうの日経平均株価みたいなもんですよね。で見てください、平年から 75% です野菜の値段って。もう大根に至っては平年より 66%、 人参 77%、 白菜見てください、残念ながら去年の 50% ですね。で今年調子がいいのがやっぱりイチゴですね。イチゴが 119%。 これ見ていくともう毎日今どんなふうに相場が動いているのかっていうのがこれ分かっていきます。まあ、例えばこれピーマン、あ、ピーマンあった。ピーマンは、去年より78%、この時期だったらですね、まあ、いわゆる、あくまで平均値です。熊本とか九州だけじゃなくて全国のね。で今なぜかジャガイモがこう上がっているということですね。まあ、こういうふうに、相場っていうものもすぐこう簡単に見ることもできるし、まあ、もっと言うとこの、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、このベジタンっていうのを調べると、このベジタンっていうと大体ここのデータでもういろんなのが出てきます。もう今までの、何がどのくらい入荷されたのかとか、日別、旬別ね、入荷量、日別、旬別、産地別、入荷量、年別、推移。例えば入荷量単価年推移とかなれば、まあ、この辺で、見ると、これダウンロードしてくれるのかな。これでじゃあ2017年から2019年の市場で、例えば、何でしょうかな、火災類で、火災類で、例えば、福岡の市場で、で例えばじゃあこれ、熊本にしましょうか。輸入のも出てくるし、熊本にしましょうかっていうふうに選択していくと、もうこれで、あ、品目が選択されてません。何でしょうかな、ピーマンにしようか。ピーマンにするとこれで、出てくるわけですよね。ほらこういうふうに、いつの時期に何がどのくらい出たのかっていうのがこう出てくるんで、まあなどなど今もうネットを使えば、いろんなねものが、まあ、出てきますよっていうのはちょっと余談だったんですけど、はい。